はにゃーん。鉄人28匹ギコと、またありしていってね、Cでーす。今回は10年前の生肉を発掘したから食べてみるというスレを紹介するよ。よく10年間も眠ってたな。っていうかそんな肉食べて大丈夫なんか？それでは位置がどうなるのか早速詳しい話を聞いてみよう。これは2016年4月15日に立ったスレ。10年前の生肉発掘したった。カッチカチやぞ。熟成肉じゃん、うまそう。割とマジでうまそう。料理して食うとコープ。生なの？生ハムだったと思うよ。記憶が曖昧なのにはロタ。生ハムだから、生肉じゃないやん。冷凍庫でずっと保存してた。真空で保存してたし平気だよな。問題ない、めった肉えない熟成肉じゃん。これは食えそう。10年熟成とか20万はするな。冷凍庫ってことは生肉じゃなくて冷凍肉じゃん。普通に熟成されててうまいと思う。削り節にしてサラダとかにかけたい。これはもう生じゃない。食うならと麺が死んでも知らんぞ。不敗臭なければ OK。 前に似たようなすれ立てたできる位置はちゃんと食ってみせてたぞ。もちろんウボエーみたいなオチなったけど面白かった。カツオじゃん。真空だからいけるよ。真空熟成肉。待てよ、何の肉だ？バレたか、鹿だよ。食べる気になれなくてずっと放置してたやつ。保存状態は悪くないな。焼けばいけると思うぞ。一個ではなくかなりの数あるよ。くっそ、ワロタ。救援物資かな？乾物。うわぁ、分けてほしい。普通にうまそうじゃねえか。肉だと真空プラス冷凍でも賞味期限長くて1年くらいじゃなかったっけ。硬さはどうよ？カツオ節の原木的な硬さ。解凍した。表面の白いのなんだよ。一気にあかん肉に見える。はよ食ってみて。鹿肉のハムの参考画像。一応 ID 出しとけよ。拾ってきた画像じゃないから。焼けば食えんじゃね。すぐ救急車呼べる準備しとけよ。まずまな板濡らしてから切れよ。カラッカラのまな板だと汁吸い込んじまうぞ。食ってみた。うまいかも。これうまいやつや。普通にうまそうに見えてきた。外側は捨てるんだぞ。奈良漬けと同じ色してる。ジャーキーやん。ジャーキーとかより上等でうまそう。中国人が生肉食って足いっぱい寄生虫に埋め尽くされてる画像を思い出した。なんで食ったものが足に行くんだよ。匂いはどうなんだ？不快な匂いはしないよ。生ハムだから多少は塩辛いけど。薄く切るのむずいわ。ふにゃふにゃしてるから切りにくい。切るなら半解凍の方がいいかも。あれ？うまそう？表面そいだら食えそう。マジレスするとボツリヌス菌が毒出してる。お前は死ぬ。ボツリヌスって真空&冷凍下で10年とか生きられるもの？絶対冷凍でも生きられるんだぞ。ほえマンモスの肉って感じ。マンモスの肉食ったことないけど。これ数万で売れるぞ。焼いてみようぜ。加熱しても毒素は分解されんだろ。これが噂の熟成肉か。10年も熟成させたジャーキーか。うまそう。それってもう自家製でいいんじゃね？っていうかもう食ったのか。切り終わった。フール見ながら食べるわ。鹿肉って臭い？臭くない。ジビエ最高。よく見たらヤバそう。表面だいぶ黒いけど大丈夫なのこれ。外側は削いだ方がいいんじゃね。火、通して食べよう。火は通さなくてええんか。見た目は悪くない。でも腹壊したらやばいから火を通そうぜ。お昼ご飯。なんでやろ。羨ましくない。これ酒必要なやつだろ。味気ねえな。味の感想はよ。そんなに塩辛くなく臭みもないから、純粋に生ハム食べられる感じ。マジかよ。生ハム好きな俺でもいけるかな。テレビ何？ミヤネ屋。普通に片付いた家っぽいのに冷凍庫の中はひどいんだな。10年前の冷蔵庫使ってる家には見えん。加熱せずに行くのか。生でそのまま食ったらマジでうまいぞ。運が良ければの話。え？そのまま食ってんの？死人が出ると聞いて。生きてっかな。多分トイレでうなってる。いちちゃん出てきて。マジで出てこないな。言ったか。これは病院送りですわ。無茶しやがって。なんだ、あれほどやめとけって言ったのに死んだか。
開封してからひすら通してないしな。肉の味聞きたかったな。前もこんな感じのスレあって一はトイレに駆け込んでたな。やっぱ冷凍してても昔の肉はやばいね。俺も今から仕込もうかな。今から始めて1年ごとに作れば人生の楽しみになるな。今回は10年前の生肉を発掘したから食べてみたスレを紹介したけどどうだった？1のその後が心配すぎる。トイレでうなるだけで済めばいいんだけど、病院行かない感レベルだろ。医者に原因聞かれて10年前の生肉食べましたっていうのを受けるな。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。